おーしゃ、行くか。拾う。嫌な予感がする。来い。ワニ。マジか。おっきい。ちょっと下ネタに聞こえるんだよな。このワニ、臭い。うん。行きましょう。いやもうそうも言ってらんないよ。こっちもこっちでやれることはあるんだから、それをやるだけ。攻めて攻めて攻めまくる。霞理論でいくぞ。回避された。こいつどう見てもとろそうなんだけどな。あ、いいねいいね。回避する。そっちが回避するんだったらこっちも回避する。平等に平等だな。ちゃんとそこは平等にいこう。よし、いいクリティカル。いいクリティカル。美味しいクリティカル。てえなこの野郎。全体攻撃出血させた。いいね。まあさすがに2番目のボスっていうことで、まあ多少なりとも強さはあるんだろうね。まあ、言ってみればなんか石像だっけ、前回戦ったのあれはなんかチュートリアルみたいなもんだから、さすがに歯応えはある。そうだったな。向こうも出血してんだったな。平等院報道だな。攻めて攻めて攻めまくる。てえな、おい。収まっちゃった。まだいけるよな、まだいけるよな、まだいけるな、まだいける、まだいける、まだいける。大丈夫、大丈夫、大丈夫。使えない。使えねえとか使えねえな。なんかない?殴れるもない。あ、まあいいや、もうじゃあ素手でなんとかして。攻撃。ダメージを与えられない。ちょっと、りんたろー頑張ってくれよ。頑張ってくれよ。お前、しょうがねえな。ちょっと待って、じゃあ、楓ちゃん、ちょっとハート1個消費したね。お前ちょっと自分回復しとけ。そこ自分回復しとけ。回復大事よ。お、いけたね。まあ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 。バランスは取れた強さ。さすがにちょっと前作の敵が強すぎたっていうのもあるかもしれないけど。あちゃららららららん。あちゃららららららん。いいねー。上がってくねー、レベルが。はあ、死ぬかと思った。いや、俺、ネズミかと思ってたけどな。ワニか。二人とも大丈夫?余裕だった。楓様様、一生守ってください。頑張ります!うん、そうだな。無関係とは言えないね。巨大化の原因は水晶玉っぽかったし、とりあえず帰りましょうか。どうもー、帰ってきました。うん、確かに。うん、どこにあるんですか、研究所。西の森市にあります。東区から電車で50分ほどのところです。うん。あ、まだメンバーいるんだ。玲子さん。超能力者ですか。波沢玲子さん。なるほど。はい、どうでしょう。まあ今回一応2日かかっちゃったからな。S。S なんだ。S なんだ、これ。これで S なんだ。へえ。てるりん。はやてとグレンの力に目覚めた。あ、グレン使えんだ、俺も。へえ。やった。全員の3が回復。素晴らしいですね。迅速な調査と無駄のない出費。そして何よりも依頼人への配慮。なんかやったっけ俺。すべて申し分ありません。こちら調査手当です。やったー !1 万5000円。臭かったー。うん。どうしたんだろう。へえ。会えるのかなこれは。流れ的に。そう、愛ちゃん。すごいです。でしょ、もっと言って、もっと言って。でも、いつも思うけどさ、別に、愛ちゃんがすごいのであって、別に、この人がすごいわけではないからな。エリさん、すごいです。始まるぞ、自慢話が。いいおばさんですね。サイン頼んでいいですか。妹みたいですね。あ、もう来たの。あ、どうも。かわいい。言わせてる大人げねえ。なんだこれ。いいお姉さんです。そうかな。では今日は上がってください。詳しい報告書は後日で結構ですのでちょっと引いてんじゃん。お休みは2日取ってください。またゲームや。なるほど。事務所のメンバーも休みの日はマシで、過ごしています。話しかけるとその仲間と一緒に一日を過ごすことができ、過ごした仲間とあなたの参加を少し回復します。休みの日の、朝に SNS のメッセージでどこにいるのか教えてくれることもあります。仲良くなるといいことがあるかもしれません。街で見かけたら声をかけてみましょう。はーい。ちょっとね、エリーさんと愛ちゃんに会いたいよね。明日出かけるって言ってたからどっか行きゃ会えんじゃない。はいはいはい。取りまセーブ。取りまセーブ。第一にセーブ。仲間。なんか風呂入っても取れないんですけど。匂い取れました？なんか風呂入っても取れないですけど。いや、お前まず入ってなくない？なんとか取れました。入ったことにする。マジっすか？俺取れないです。休み終わっても取れなかったらやばいです。高野さんがいじってきそう。取れるまで近寄らないでください。臭い。高野さんがいじってきそう。絶対いじってきますよ。ちょっともう一回風呂入ってきます。静香ちゃんかな？掃除屋さんいい人でしたよ。あの方には、上津区だっけなんだっけ名前忘れちゃった。貢献賞も贈られています。ゴミだけでなくお仕事中に人助けもされてるようですよ。どこで知り合ったんだろうな、確かに。ワニ大きかったです。下水道臭かったです。掃除屋さんいい人でした。高田さんも力使えるんですか？これ聞いときたいね、でもね。あ、一般人なんだ。なるほど。楓ちゃん。ワニ大きかったですね。下水道臭かったですね。空手はいつからされてないですか？動物と話せんのいいよな。犬と話したい。榊さんのお家の郷さんとお話ししました。わー、いいな言いました？もうちょっと遊ぶようにするって言われたので、今度ゴーさんに聞いてみます。こいつな、ゲームや行こうぜって誘ったくらいだからな。本当に犬との時間を取ってんのか怪しいところではある。さあ、どうしよっか。まあ、3も回復してるし、HP も回復してるし、風呂はいいかっておかしいけど、普通は入るけど、だったら他のことでターン使うのもまあありっちゃあり。本を見る。骨抜き村、続き読みましょうか。いい感じにっていうのがよくわかんないよね。集中力磨かれたことによって何が変わるのかもよくわかんないしアバウトすぎる。よしよし、休みだね。うん。見ましょうか。一緒にゲームとか見ましょう。お疲れ様です。今日商店街行くんで、もし来られたら声かけられてください。一緒にゲームとか見ましょう。ボットか、お前。全く同じじゃね？最初に送ってきたときと。ワニ大きかったですね。はい。大きかったです。強かったですよ。頼りになりました。ワニ大きかったです。同じ話題振るか。下水道臭かったです。なんかりんたろーがずっと言ってましたね。臭かったって。匂い取れました？なんとか取れました。街出るか。なんか金もね、手に入ったし。さて。あ、休日はあいつら出てこないんだ。空気読んで。おい、ちょっとみんな空気読んでくれてる化け物どもも。まあ、オフの日じゃしゃあないなっていうことで、ちょっと気使ってくれてるね。いや、違う。逆に向こうも2日間休みなのかもしんない。あ、ちょっと今日探索者の、例の翔太ってやつ、なんか休みらしいからこっちも休みでいいよ、みたいな感じで。またシフト制なんだろうな。多分だから別の誰かが仕事行ってたら多分そっちの方が襲われてると思う。代わりに俺の方に平和が訪れてるっていう。しわ寄せが発生してるな。かわいそうに。どこ行ってんだろうな、あの二人。まあ、まず山はありえない。病院もありえない。自宅じゃない。で、事務所も行けないでしょ。お買い物通り。ここどう？いないかな。清掃もちゃんとやっていく。で、今日土曜だからさ、ちょっと夜になったら、掃除屋のところに行って、引き換えてもらうのもありっちゃあり。ちょっと武器も欲しいしね。調べる。あ、ちょ、待って待って、仲間でさ、なんか、知り合い。商店街にいる。あれ？他のメンバーあれ？職場の人たち知り合いじゃないの？居場所わかんないの？何それ？お前ら知り合いじゃねえよ、それそれ知り合いじゃないよ。これ何なんだろうな。あ、レベル撃破。あー、なんかね、そういうのが蓄積されていくんだ。なるほど。大ゴキブリ3経験値。ムカデはやっぱ1ちょっと多いんだね。はあ、なるほど。買っとこ。こういうものはな、買っとこ。敵に投げられる韓国かな。卵絶対料理に使うんだろうなと思ったら、まさか敵に投げるっていう、そっちに使うの。住宅街。お、なんかガキどもが遊んでるね。子供の会話が聞こえてきた。この前山行ったらさ、なんかマンホールの蓋落ちててさ、マジで？うん、重いから持って帰れなかったけど。2人で持って帰れねえかな。マンホールの蓋って鉄の盾みたいでかっこいいしさ。そうかっこいいじゃん。剣と盾で勇者だぜ。あ、なるほどねあれだな、熱盛みたいだな。釣りでさ、空き缶拾って DIY レシピは思いつくみたいな、そういうノリなんだろうね。なるほど。確かにマンホールの蓋拾ったけど、カバン。マンホールの蓋どこ行った？駅前。ここなんだっけ？メモ帳買っとこ。雑誌。制作に使える素材。ここもカバンに入れとくと。よし。男性の一人音が聞こえてきた。今日はこんくらいしとくか。こんなことしなくても人来るしな。これ持って帰るのめんどいな。着てくのもちょっとな。サンドウィッチアーマー。防御が、なるほどな。上がるのか。清掃業もしっかり行っていくと。めっちゃゴミ拾うんだけど、偉すぎない？あの二人いないね。もしかしてなんかそういうイベントではないのかな？なんか俺勝手にどっかで出会えるものだと思ってたんだけど、そういうわけではないかな。違うのかな？そういうわけではないのかな。中央区行ってみれば。ガタンゴトンガタンゴトン。拾いましょう。ちょっと待って、これない。あれ、あいつなんだ今の何？めっちゃ気になるんだけど、今の何？おい。兄ちゃん、わしのこと知ってるか？知らんわ。そんなあかんわ、ちゃんと知っといてや。わし、シャレ神戸くん言うてな、この、神津市で合ってるよね。マスコットなんやで、覚えときや。ほんでな、今の宝探しキャンペーンっていうのやってんね。シール集めた。なんか1枚だけ俺も持ってる。確か。そうそうそう。結構あるな。20個か。なるほど。あれかな、これで探索でこれ使うことによって調べられるのかな。なんか今回ね、この探索っていうのはあんま使ってないんだよね、俺。この辺はまあ、ちゃんと覚えておいた方がいいのかもしれない。さて。ゴミは拾う。偉すぎる。しかし何もない。何も起こらない。これあれだな。なんか修行行くのもあれかもしんねえな。山んとこ行って。何もなかったらこのまま。待って、ホームセンターで買い物もしたい。なんかさ、待って。どうしよっか。たっけ、チェーンソー。デックスが4下がる。この辺な。ツルハシは一応買える。火災土などを掘り起こすための道具。攻撃が7上がる L サイズの道具級。ステルを使えたらダメージがある。二刀流のがいいんだよな、でもな。でも俺は二刀流がいい。土木作業に使われる道具。攻撃が6上がる M サイズの道具系武器。STR で強くなり、11あると扱いやすい。11か。これ15だから全然いけるね。ショベル買うか。ショベル買おう。一旦カバンにしまっての。待って、今回、アイテムどうすんのこれ。置くってのできないんだよな。これなんかしまう方法ないの？ちょっとなんかそこ気になんない？待って。一旦ナイフ外すじゃん。で、ショベルと、まあいいや、ナイフ一旦戻して、落ちてない、ちなみに。右6、左9。これ、大丈夫だよな。なんか、利き手が実は左だから、左に持たせた方が上がってるみたいな。ないよね、ないよね。大丈夫だよね。よし。OK！ いいものを手に入れた。さてと、ホームセンターは行った。ね、ちょっとなんかね、向こう側とか行けるようになるのかね。どうなんだろう。どうしようか。凛太郎と親睦を深めるのもまあありっちゃありなんだけど、あと他にだってなんかやれることないしな。住宅街も行ったし、うん。ここ行って、山行こう、山。で、多分襲ってこないでしょ。広場まで行く。行けた。よし。何もないか。お、猫ちゃん。猫ちゃん。バイビー。おっす。ナイフ術、ナイフじゃないんだよな。でも習いたいけどさ、でもさ、これ、3人で行った時じゃない、1人だからな。今、1人だけなんか習ったところでって話なんだよな。だったらナイフ術習うか。ナイフ術習おう、じゃあ。ナイフ術習います。よし。これで、掃除屋のとこ行こう。掃除屋なんだっけ？ホームセンターだっけ？ホームセンター、ホームセンター。いるよね。今日あれだもんね、土曜だもんね。いるよね。あ、いた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 。拾っていく。じゃあす。まず引き取ってもらおうかな。小さいゴミ90、大きいゴミを18、1350。ちなみに何がある？おお、あ、出たー、グリーンハーブ。出た。投げナイフ、催涙スプレー、戦闘から逃げれる。これなんかやばい時に使えるから、まあ持っといて損はない。必ず逃げられる。敵にかけられる。あ、ナックル出した、来た。これよ。拳にはめて打撃力を強化するもの。攻撃が2上がる。そう。これさ、そう、格闘系武器、サバイバルナイフ。プラス4の。ちょっと待ってね。今装備してんのってなんだっけ？かなてこ3か。サバイバルナイフってなんだい？あれかな？デックスかな？デックスだね。なるほど。警棒めっちゃ安く手にあるな。レイピア、小立ち。あ、出た！小立ち。これ絶対世話になったんだよ、前回。お前やばいって、掃除屋が揃えられるものじゃねえんだよ。なんだこの辺。もう武器商人やん。なんか結構いろんなのあるけど、あれだな、微妙に買えねえんだよ、ナックル出した。ナックルドスター欲しいけど、これ次回だな。貯めてもう一回来るわ。これはね、ちょっとね、あれだわ。あの子に装備してほしいわ。カエデちゃんに装備してほしいわ。まあ、また来ますわ。なるほど。まあ、今日はこんなもんでしょう。ガタゴトンガタゴトン。ただいま。レシピを探す。まあ、それもありだな。本を見る。本見よっか、じゃあ。ほい。せっかくだから読破したいよな。多分、これ合わせてあと2回か。一度休憩しよう。何がつかめんだろうな。それが俺には全くわかんない。そろそろご飯やお風呂にしよう。あ、よかった。お前ちゃんと風呂入るよな。よかった。週に1回しか風呂に入らないやべえやつかと思ってたわ。もう一回見れるね。じゃあ今日で読もうぜ、最後まで。今日中に。読破しようじゃないの。あれから数ヶ月。真中は学会である成分について発表していた。食べ物を美味しくする成分のようだ。そしてそれはあの村の土から見つかった。人の食欲を刺激し、死に至るまで食べさせてしまうほどの美味しさ。それがフード病の正体だった。聖書においても暴食は大罪とされている。7つの大罪だよね。何事もほどほどが一番だ。薬の情報、毒消し、しびれ止め。なるほど。想像力養われてどうなの？まあいいや。まあいいや。何かしら上がってんでしょ。その何かしらがよくわかんないけど。まずセーブをすると。よし。あれ今日も休日なんだっけ？あ、日曜だね。何しよう。何しよっか。慈善活動でもしますね、ゴミ拾って。なんか今日中にさ、今日中に欲しくない？ナックル出したら今日中に欲しくない？ゴミ拾いしようぜ。ゴミ拾いして回ろうぜ。住宅街とかさ、ちょっとさ、俺偉いから、ちょっと待って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 。道具について習う。道具についてってのも、なんかちょっとよくわかんないんだよな。もう一回さ、待って待って。調査で。どれだ？習い事。よし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 。こういうのって大体人目につかないところに置いてあるのがレアなアイテムっていうのが決まってるから、つまりあんま人目がないところに置かれてるのが大きいゴミなんだよな。そんなことだろうと思ったよ。ちょっとアイテムについてっていうのをちょっと教わってみる。ちょっとよくわかんないけど一回3000円払うか。ちょっと俺値切れないと思うから多分。いやでも一回3000円高くない？高くない？いや習おう。だから道具の扱いになれるとどうなるんだよ。それを教えてくれよ。それを教えてくれ。道具系の武器の攻撃力が上がる。消費 MP が確率で1減る。確率で1減る。力で与えるダメージが増える。はあ。道具系武器。今装備したのって道具系武器だよね。ちょっと待って、一応。そうだよな。じゃあ今まさに習った方が良かったものだね。よかったよかったよかった。じゃあ一回やってみる。一回やってみる。お願いしてみる。そっかー、ごめんな。そうだな。今俺が覚える武器はこの道具系武器だな。はいはいはい。じゃあまあ引き続きゴミの回収に行きましょう。事務所は行けないと。ゴミないっすか？ゴミ。ゴミ落ちてないっすか？ゴミ。ゴミないっすかね？一応両手に物騒なもん持ってんで、社会のゴミを掃除することもできなくはないですよ。両手に物騒なもん持ってるんで。できなくもないですよ。駅前。このさ、大量にあるさ、アイテムどうにかしたいんだけどさ、どっか置く場所ない？ちょっと待って。一旦自宅行ってみていい？なんか自宅にボコボコ置けんのかな？なんか、なんとかさんの家みたいにさ、この前の、前作の。置ける？あ、置ける。置ける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 。よしよしよし、散らかすぞ。今回も今回とて、元気に散らかしてこう。ちなみにチョコをね、持っといた方がいい。これ水もうちょっと置いといて、置く。じゃ、ナイフもね、一応持たせたいんだよな。これはね、楓ちゃんじゃなくて、あいつ、なんだっけ、りんたろーに持たせたいな。まあでもあいつはデックス12だからな。それでも一応12だからな。迷いどころではある。メモ帳あと7回でしょ？これ置いちゃっていいや、1回。よし、これでいこう。自宅狭いからな、もうちょっと置けるところあればいいんだけどな。そういえばさ、ゴミ落ちてる、ゴミ落ちてる。拾わなきゃ。そういえば病院って行けるけどさ、病院って果たしてさ、なんかあんの？今日は休み。そうだよね、日曜だからな。こういうとこ細かいよね。体術、ナイフ術な、覚えたところでな。どうする？ナイフ術覚えたところでって話なんだよ。中国行くか。商店街。小さいゴミか。ゴミある程度回収したらりんたろーと遊ぶのもありだな。落ちてないですかね。だからこうやって探すとゴミ落ちてなくね？もうちょっと落ちててもいいよね。なんだなんだ、あんまなんか今日は落ちてないぞ。これって多分乱数だよね。これってさ、いける範囲って今後広がるのかね？多分広がるよね。あっち側とか行きたいもんな。まだマップ広がってそうだもんね。落ちてんじゃん。今なんてシフトか。シフトでSNS ワニ大きかったです。秋元さん強かったです。食われかけてましたよ。草。空手はいつからされてんですか？おお、結構長いこと続けてんね。はあはあはあ。なんかきっかけあったんですか？コンビニで見かけた雑誌の表紙にかっこいい女の人が載ってて、その人の憧れで空手始めました。あれゆりえあれゆりえってあれじゃね、ワンのさ、あの正気の海に眠る少女のさ、みんな覚えてるから、あの一応主力メンバーだったんだけど、戦闘における一応作中最強キャラヨグソトースを殴り殺してはいないんだけど、あの殴って撃退したっていう伝説を持ってんだけど。なるほどね。その人と戦うのが目標だろうな。お前みたいなやつはな、なんかその人に憧れるというよりその人と戦いたいだと思った。いつかお手合わせしていただきたいです。そして答えたいです。頑張ります。あ、超えたいですか。なるほどね。きっかけね。あ、そうなんだ。怪しい勧誘みたいあー、え、話題あるじゃん。本読んだじゃん。あれなんだよ。あと、まあ行けるところ、りんたろーと過ごすか。今日はりんたろーと過ごす。いいよ。もちろん。お？友達？なんか気まずそうなんだけどお前本当に友達か？翔一、なんか大手に就職したって聞いたけど。忙しいよ毎日。そっか。体に気をつけろよ。ああ。まあ、大手には大手の大変さっていうものがあるからな。それに比べてこっちはな、なんか給料少ないみたいだけど、気軽なもんだよな。帰り道のりんたろーはどっか、悲しく寂しそうな表情をしていた。まあな、つるんでた友達だったんだろうな。やっぱ社会人になってさ、疎遠になる。汚ね部屋まあ社会人になってなんか疎遠になる関係性っていうのは、まあどうしてもね、やっぱそうなっちゃうよな。見ますか。はーい。あ、ちょ、待って。あ、話か。レイコです。明日から復帰します。長い休みもらっちゃってごめんね。レイコさんお帰り。ただいま。レイコさんお帰り。お帰りなさい。二人ともです。ただいま。新しい方を紹介します。やめてくんない？盛るの。そんな仕事してないですよ。榊さんは超えました。一緒に調査するのが楽しみ。じゃあ俺、次の調査休みますね。ダメなやつなんで。めんどくさ。ずる休みはダメです。明日お選挙すごい袋叩きになってる。なんか俺のせいですごく不憫な思いをしてるりんたろーが本読んじゃったしな。ネットサーフィンしようぜ。剣術が養われた。そこなんか道具の扱いが養われてほしかったな。これランダムなのかな。おっと、また不穏な。まあ夢でしょう。どこここ、まあ目的地ここだよな。山、狂気山脈か。雪山だったもんな今な。今回シンプルにあの話か。なんか夢を見ていた気がする。うん、第3話素人ほう。ああ、この人か。所長、今日一日事務所に愛ちゃんいてもいいですか？明日、朝事務所に来たいって連絡あっていいよって言ったんですけど。うん、なんかあるね。これはなんかあるね。聞き出したいね。いずれ。今のは嘘だな。そして多分、凛太郎気づいてるな、お前。見抜けるもんな。ああ、そうね。波川玲子です。治す力を持ってるから怪我したら言ってね。あ、ヒーラーか。よろしくお願いします。ああ、待って、見とれるようにしとけばよかった。それでは仕事の話に入りますか。今朝、西の森市の、コート小学校から依頼が来ました。今回の依頼は、玲子さんを含めた皆さんにお願いします。ほう、増えていくのか。前回の巨大生物同様、今回も危険そうですからね。詳しい依頼内容ですが、はいはい。いつからなのかわからないですが、子供たちの間で奇妙な男の噂が広がっているようなんです。何人かに聞いてみたのですが、白男と言われてるみたいで、ただの作り話なりんですが、中にはその男を見てからずっと気分が悪いという子もいるんです。おっと、これ愛ちゃん関わってるでしょ。まあそうだよな。そうだよな。ことクトゥルフ神話における警察は無能と相場が決まっている。そういうことでしたか。うん、学校の調査は夜間にしていただきたいんです。夜間ね。夜の学校とか絶対面白いじゃん。セキュリティの関係があるので。マジで2時間しかないの？校内の調査は教室しか認められないと会議で言われたんですが、大丈夫でしょうか？子供たちに親に聞き込みされるのもご遠慮していただけますでしょうか？難しいね、それは。親かどうかってどうやって判断するんだよ。頑張ろう。ここは俺が指揮を取っていく。あ、なんでしょう。ある場所の調査を並行して進めていただきたいのです。こちらに期限はないので、校門書、校門だっけ、なんだっけ、そんななんかケツの穴みたいな名前だったっけ。ゲートな、なんすかゲートって。新たなワードが出てきたんだけど。ああ、そうですか。6月までお休みになった。何があったの？怖いんだけど、もうなんかそこまで凄まじい剣幕で。ゆっくりしていってね。弓、あ、はい。西の森市に行けるようになった。わお、研究所 DDL 第5みたいねここで超常現象、僕たちのいる3次元よりも上の次元、あーちょっと何言ってるか分かんないですね。でかいね。うん、とりあえずまずはゴミの回収な。ちなみにさあ、全員見れないんだ今。なるほど。じゃあまあちょっと時間もいい感じなんでよっと一旦今回はここで切りましょうか。はい、じゃあちょっと次回学校の探索になるのかな、楽しみですね。